にちは、プリスキル TV JPN です。今日はエビピラフを作ります。ここにある材料をいっぺんに炊飯器に入れてスイッチポンとしてもできるんですが、今日はまず材料を炒めてから炊飯器に入れようと思います。お米です。まだ洗ってありませんが、これは洗ってから炒めます。玉ねぎ、バター、エビ、塩コショウにコンソメ顆粒、そして炊飯器に入れた時に加えるお水です。玉ねぎです。今日は半分だけ使いましょう。今日はみじん切りにね。はい、出来上がりました。目に染みます。フライパンのための油、お料理のためのバターです。洗っておいたお米です。お米が透き通るくらいまで炒めるといいそうなんですが、玉ねぎ入れちゃいます。エビを入れます。むきエビです。はい、それでは調味料を入れていきましょう。塩、胡椒。あれ、胡椒少ないの。コンソメ顆粒です。こんな感じになりました。そうしましたら炊飯器に入れて炊いていきましょう。出来上がりました。ちょっとお焦げができましたね。それでは盛り付けてまいりましょう。できました。京都のけあげのホテルに行くたびに、何日も前からランチにはエビピラフを食べようと考えていました。今日のピラフも
美味しいです。どうぞお試しください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。